え？いや、俺は犯人じゃないっす。まあ開始1分でね、犯人がわかるこの作品ですが、他の選択肢をね、見たいと思います。じゃあ、他の選択肢のところまでね、基本的にすっ飛ばすんで、よろしくお願いしまーす。この物語の犯人は、彼です。はい。というわけで、まず1個目。女優殺害した時に、自分隣の部屋だったんすよ、みたいな。だから気づかないわけないじゃないですか、ということですね。私はですね、まあ、ちょっと女医さんとね、ちょっと童心に帰って、かくれんぼをしていたということでどうでしょうか。実はずっと開いた扉の裏に隠れていたんです。なんだって？じゃああなたが犯人なんですか？いや、違います。俺だったら、かくれんぼをしていただけなんです。は？人の部屋で。鍵もかかってるのに？すごいでしょ？心は絶対に見つかんない。銃声から始まり、皆が大騒ぎしてる時も隠れていたと。そうです！てっきり隠れてる鬼をおびき出す罠かと思いました。ほら、よくあるじゃないですか？見つけられない鬼が、もう隠れんぼを終わったから出てきないよって嘘を吐いて誘い出す。そういうやつあるじゃないですか。ま、なくはない。俺一人だったからさ、一人で鬼もやったし、一人で逃げ役もやっとった時期あるけど、あれだと思ってました。ふむ。確かにそれなら殺害現場に隠れてるとして、納得か。納得にはならないでしょう。わかりました。わからない。ちょっと、誰か気づいて。ちょっと待って。仮面の人とか気づいて。というわけで、次はですね、ミステリー同好会の部長が殺害されました。ボウガンで。で、メイドと共犯っていうわけですね。で、まず怪しまれたわけです。実はですね、私、この目を見てください。そう。私はルキノです。俺には未来が見えるんです。だから、部長が死ぬのが分かってました。はぁ？だから特に驚かなかったんです。まさか、ボウガンが発射されているタイミングでも、未来が見えたから、なんて言うんじゃないでしょうね。まさかも何もその通りですよ。俺には13時にボウガンが発射されることを分かってました。未来が見えますからね。だったらなんで部長さんにも教えてあげなかったんです？そんなこと言ったら変な奴だと思われるじゃないですか。今までずっとそうだったんです。未来が見える。こうしない方がいいよ。必死に訴えても誰も信じてくれない。むしろ金の目で俺を見るんだ。もううんざりなんですよ。おい。君どうしたんだね。落ち着きなさい。うるさい。俺にはこの先の未来を見えますよ。全員殺される未来です。俺と警部と仮面の犯人以外ね。ある程度さ、自白するの何なのよ。みんな死ぬんですよ。ファイナルデッドブリッジか。未来は変えられない。なんだこの人は。完全に作業状態だ。江戸川さん、落ち着いてください。私が悪かった。あなたの未来が見えたって話、私は信じましょう。疑って申し訳ありません。そうですか。俺は犯人ではありません。信じてくれますね？もちろんですよ。論破。はぁ。というわけで、次はですね、メイドを殺したのが主人公で、監視カメラが映っちゃってるって形ですね。俺は一つ文句を言いたい。君たち、カメラを見たとは言っているが、君たちの目は正常かい？視力いくつ？あなたたちの目がおかしいだけです。すげえイチャモン出てきたな。はぁ、刑事の目なんて何を見ては犯人のような目です。曲解して見ていてもおかしくない。仮面の怪人、あなたは信用ならない。仮面をつけていてちゃんと目が見えてなかった可能性が高い。で、じゃあ、関西弁の君。彼にカメラを一緒に見てもらおうじゃないか。関西人は冗談しか言わないです。信用ならない。すげえ、いっちゃもう。すごいな。なら、IT 社長さん。
君の目で見てくれ。 IT 社長なんてもっとも信用ならない。 IT 系の人間なんて0と1時間別できないです。古いな、その思考も。思考が古いな、それもそれで。なら誰だと信用できるのに。君は俺です。な、何？俺です。俺の目なら信用できます。わかった、なら規定像を確認してくれ。おお、背景まで変わったぞ。うん、ふむ、何も映ってませんね。映ってんねんけどな。そうか、君が映っていたのは私の目が錯覚だったのか。まあ光の当たり方とかでね、映像見るときちょっと太陽でも当たってたんじゃない。うん、すまなかった。ロンパー、このフィールド使う必要ある？さて、今度はですね、IT 系社長が殺害されてますが、砂糖を主人公がなぜ入れたのかと。ミルクに全部毒を仕込んでいたんですけども、まあ、主人公はそれを飲むことで回避してます。で、なんで砂糖を入れたのって話ですね。だから砂糖を、唯一ミルクを入れた IT 系社長だけがぶっ倒れたわけです。さあ、どう言い訳しましょうか。あのね、別にその日の気分じゃないですか。僕だって、セブンイレブンのコーヒーをガムシロップ入れる日と入れない日ぐらいあります。だから、今日は砂糖の気分だったんです。その仮面かっこいいですよね。お前？そうですか。自慢の仮面なんです。憧れるなぁ。実は俺、あなたに憧れてるんですよ。俺もそんな仮面をつけてみたいなぁ。それは嬉しいですな。購入している髪屋さんを後で教えましょう。アマゾンっていう店なんですよ。密林やなぁ。本当ですか？嬉しいなぁ。仮面を買って、あなたと同じようにコーヒーを飲めば、俺もかっこいい。仮面の会社の仲間入りだ。あれ？ひょっとしてあなた、俺に憧れて、コーヒーに砂糖を入れたんですか？あはは、バレましたか。恥ずかしいなぁ。ほほう、そういうことだったんですか。いや、何も恥ずかしいことはないですよ。何ですか、もう。そういうことなら早く言っておくんなまし？うん。変に勘違いしたじゃないですか。仲間を作った！さあ、関西弁の男をですね、撲殺しました。なんで手に凶器を持ってるんですかと。普通に考えたら罪な状況ですが、このゲームは主人公がね、論破してくれます。犯人あっちに逃げてきました！犯人があっちに逃げていきました。何？どんなやつでした？黒いシルエットの人物です。お前やないか。君や。ほら。よく推理漫画とか推理の人たちと全身真っ黒の謎の人物ですよ。君や。あんな感じの怪しい人物があっちに行きました。黒いシルエット。わかりました。カジ君、急いで追いかけよう。わかりました。わからない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 。目の前にいる君は誰やねん。さて、再びジョイの話に戻りました。ジョイさんが殺された時、なぜか僕は部屋の、隣の部屋に配置されてるんで気づかないわけないだろうと。あのね、みんなのは、ちょっとさ、僕やっぱ会話すんのって苦手なんですよね。面接とか、就職活動とか、ね、就職活動でほら、ディベートとかしたじゃないですか。いや、あの時僕ずっと黙ってましたよね。ああ、みんなの輪の中に入りづらいんですよ。みんなでちょっと盛り上がってたんで、後からその輪に入りづらかったんですよ。はあ、君は何を言っとるんだ。そんなの警察入ってくればいい話じゃないか。いや、待ってください、警部。金の気持ち、僕には少しわかります。僕も、コミュニケーションが苦手な部位ですからね。みんなの悪の破壊反応は遠慮したくなる。警察は大会系でしたね。でしょうからね。警部にこの気持ちはわからないでしょう。ここで急になんか味方が増えたぞ。いやでも部長くん、君は来たじゃないか。いやまあ、僕はミステリー好きとして、この騒ぎにいち早く首を突っ込みたい思いが勝っただけですよ。他はどうです？関西人に社長にメイド。
刑事に旅行に誘ってもらえる怪人と陽キャの部位に入りそうな面子ばかりです。あなた方では僕たちと気持ちはわからない。部長、そうなのか。私も少し配慮が足りなかったようだ。すまなかった。いや、江戸川さんも部長くんも私は気にしないから、いつでも気軽に声をかけてくれていいからね。ロンパー真っ暗というわけでですね、先ほどかばってくれた部長さんを殺しました。ボーガンで殺したわけですけども、あのね、ボーガンっていうのが悪いんだよ。あのね、なんで落ち着いてるのって。そう、部長さんが撃たれた時にみんなね、慌てていたのに、なんであなたは落ち着いていたんですかに対して、僕はですね、この深淵なる闇が我に囁く真実。そう、私は選ばれし封印の男。そう、俺は中二病なんです。俺は中二病なんですよ。中二病どういうことです？中二病だから、どんな表情でも無表情でもかっこいいと思ってしまってんですよ。かっこいい。あと、不意に分け合いしてニヤリとするのがかっこいいで、ついやってしまうんです。確かに、まあ分からんくはない。何を言ってるんですか。命の危険が迫ってるんですよ。犯人に命を狙われてるなんて興奮するじゃないですか。きっと俺は殺し屋に命を狙われてるんですよ。だから、窓際には立たないようにするし、道歩くときには常に尾行されてないか確認しています。家では一人、翌日で気合を貯める練習をしています。その結果、いっぱい尻からおならが出ます。仮面くん、これはダメだ。この人は怪しいんじゃなくて、ただのアホだ。本当に死ぬ時代になったら、俺の隠された力からザ・パワーが解放されると思いますよ。うん、右手がうずくんでね。その時は、皆さんことは、俺が守ります。見ていてくださいよ。そうですか。頼りにしてますよ。論破というよりは乗り切ったというか、もう呆れられたというか。というわけで、次はメイドさんを殺して、防犯カメラの話ですね。防犯カメラに映ってますよと。あのね、防犯カメラって言うじゃないですか。それはだってさ、ここは俺の部屋だったら、何も問題ないじゃないですか。ここは俺の部屋です。え？いや違うでしょ？あなたの部屋、女優の隣の部屋だ。いいえ、俺の部屋です。実は俺、メイドと夫婦なんですよ。そうきたか、死人に口なしとはよく言ったもんやがな。夫婦だったら、同じ部屋でもおかしくないでしょ。何？まさか。まあ、確かに、そういうのはおかしいような気がするが。いや、待ってください。仮にここがあなたの部屋だとして、部長の部屋の前で何か細工してたのは何なんですか？そういうプレイをしてたんですよ。言わせないでくださいよ、恥ずかしい。犯人プレイですよ。犯人プレイ。夫婦ですからね。別にどんなことをしていても他人に文句を言われる筋合いはない。じゃあ、そのおめえが死んでいたのは、だからそれは自殺なんでしょうよ。犯人プレイなんて初めて俺に幻滅して命を絶ったのかもしんない。そうか。ふむ、筋が通っているな。どこにどこの筋が通っとんのこれ。奥さんの境遇には同情するが。どんどんさ、この犯人かわいそうな人になってきたぞ。というわけでですよ。次。誰だっけ？社長か。ミステリー同好会の社長だっけ？かばってくれた人だっけ？というわけで、まあそんなわけで誰かわかんない。忘れちゃいましたけど、スキップしたんで。コーヒーになんで君は砂糖を入れたのと。ミルクだけいただこうと思って、やっぱミルクって少ないじゃん。コーヒーフレッシュの。あれだけいただこうと思ってさ、絶妙にいい味なんだよね。知らんけどね。あとでミルクだけいただこうと思ったんです。なんだね。どういうことだね。コーヒー飲んだとおやつ代わりにグイッとね。好きなんですよ。コーヒーミルクをそうやって飲むのが。気色悪いやつやな。まあ、それは個人の好みがいいとして。
別にコーヒーにミルクを飲んで入れて飲んで、その後にミルクを飲んでも良さそうなもんじゃないですか。ミルクを我慢すれば我慢するほど、後のミルクは美味しくなるんですよ。今もうミルクを我慢して禁断症状で始めてます。今ミルク飲んだ、とっても美味しいんだろうなぁ。あ、私はちなみにですね、ヨーグルトのね、アレルギーがすごいんで。あと、パイナップルもダメですね。関係ないけど。ヨーグルトのアレルギーがちょっとすごめなんで、あんまり飲むことは推奨されてません。ああ、こんなのがミルクがたくさん。うん、読みなさい。それは毒入りミルクだぞ。おっと、危なかった。ミルクおっさん強いとこだった。ミルクは江戸川さんから届けたけど置きましょう。というところで、俺の言わんとしたことは分かりましたね。俺は、後にミルクを置いただこうと思ったんですよ。ミルク。ああ、わかった。わかったから落ち着いてまい。わあさあ、関西弁の男を、撲殺しました。目の前で。さあ、どう言い逃れしましょうか。彼は自殺です。うん、彼は自殺です。だって、なんでやねんって言ったら、いいや、またれい。この状況、どう見たら自殺になるんですか。明らかに誰かに殴られてますよ。いや、逆にどう見たら他殺に見えるんです。はあ。頭部のダコートン。私の手にある血まみれの鈍器。全員揃っているこの状況で突然死んだ関西弁の男。どこからどう見ても自殺だ。いや。何を言ってるんですか。これが例えば自分で毒薬を飲んだとか、自室で首を吊ったとか、そんな状況だったら他殺に違いないですよ。うん。でもこれは違う。明らかに自殺だ。いや、ん？自殺だ。疑う余地はない。ご利用しや。自殺。そう強く言われると自殺で間違いないような気もしてきた。まあ人はね、自分の発言自信を持てないからね。うん。警部、今までこの状況で他殺だったりしたことがありましたか？ないでしょう。ないはずだ。そうですよね。そうかもしんないな。うん。かもしれない。刑事だったらしっかり判断してください。どちらですか？自殺が？それも他殺じゃないんですか？それはもう自殺って言ってんじゃねえかよ。ん？ああ、そう、この状況は自殺だ。間違いない。怪人さん、これで2対1です。多数決でこの事件の議決で決まりです。いいですね。納得できませんが、多数決なら仕方がないか。多数決で決めるな。背の順で入室するんじゃないかと思ったんですよ。まあ、小学校の頃思い出してさ、やっぱそういうの大事だからね。背の順で入室するかと思ったんですよ。俺は背が高いから最後に入室するルールかと思ったんです。はあ、なんだね、そのルールは。君は何を言っとるんだ。え、いやだって、背の高い俺が最初に部屋に入ったりしたら、背の低い方々は俺は邪魔で下をよく見れないかもしれないじゃないですか。お、それは筋が通ってる。俺はいち早くそれに気づき、隣の部屋でみんなが入室の前待機してたんです。ぼーっと突っ立ってたのかな。うん。確かに。これは君なりの配慮だったのか。別にいいじゃんね。すまない。私の早とちりだったようだ。論破ちょっと論破した感あるな、今の。メイドと共謀は作してるんですけども、とりあえず思うんですよ。あまりに非現実的な状況、どう見えるか。まるでね、新喜劇が始まったのかと思ってましたね。新喜劇？ええ。部長が急に椅子から転げ落ちたので、関西で有名なコケる芸が始まったのかと思いました。まあ、あまりに非現実だからな。あれか？なんかギャグ言った後みんなでコケてさらに笑うと列か？そうです。新喜劇が始まったと思って、思わず笑顔になってしまったんです。だからニヤニヤしてしまいました。確かに。その気持ちはよくわかるな。わからないよ。私は実は大阪の出身でね、またか！またこのゲーム大阪の出身か！関西人は、お昼に新喜劇が始まると思わず笑顔になってしまうんだ。懐かしいなぁ。よくわかるよ、その気持ちは。そうです！結果的に俺の早とちりでしたが、この気持ち、わかってくれますよね？ねえ。
うん、まあそうやな、俺もその気持ちはようわかるわ。これさ、全部のところ通してさ、仮面の怪人のさ、立つ瀬がないんだよな。かわいそうになってきたもん。唯一まともな人間かと思えばまともじゃないもん。私が関西の人間じゃないからよくわかりませんが、そういうもんなのか。論破。関西人が多くて助かった。遺書があるじゃないですか。この遺書はどう説明します。そうですよ、まあ、最もだな、一番言い逃れでベーシックなのがこれだね。確かに怪しい行動してますが、俺は殺害してません。それに遺書があるじゃないですか。自殺です。その遺書ですがね、彼女は他の書き物と明らかに筆跡が違うんですよ。あー、もうダメだな。それに最初の文が、今回の殺人事件は全て俺がやりましたとあった。なんで俺がやりました、私じゃないの、俺かよ。彼女の一人称私だったはずが俺。ははははは、適当に書いたんだな。えー、あ、しまった、あ、しまったって言っとるやん、もうあかんやん。あの衣装は犯人の準備したものでしょう。彼女は他殺だ。そして犯人は、関西弁のところです。え、えー、何？関西弁の男は一人称は俺です、わいって言っとったけど。だから彼が衣装を書いた。IT 系社長の一人称は僕。警部と皆さん、警部と仮面のあなたは私ですよね。で、自分を省くっていうね。確かに。警部、江戸川さんの言うことはもっともだ。全然まともじゃなかったわ。さっきの発言撤回するわ。確かに。ちょ、待ち！確かに俺は一人称は俺やが。江戸川さん、あなたも一人称が俺ったはずや。え？俺っちのことかい？おぉ。残念ながら、江戸川さんの一人称は、俺っちのよな。となること、こんな彼は俺というのは君しかいないな。え？いや、思い出してみーな、みんな。あいつ俺って言ってたやん。俺っち、俺っちっすよ。何言ってんすか。さあ、来なさい。関西弁の男、リビングでじっくり話をしようじゃないか。定期的に誰か連れられるのやめてよ。論破！かわいそうに。高科学なものが必要です。そう。ブレインが必要なんですよ。SDGs ですよ。え、SDGs ですよ。ほら、ほら、ほら。プラスチックゴミを出さないのに気使ったんですよ。全然科学的でもなんでもないわ。え、SDGs。最近所長がなんか言ってるやつか。私はアルファベットの単語苦手なんだ。カジ君、君は知ってるかね。え？え、いいよ。もちろん知っていますよ。おお、さすがだ。SDGs のなんでなんだ。教えてくれ。SD。ああ、そう。SD ガムダムズのことですよ。ロボットのやつです。違う。動かへんし、アーケードで稼働もしてへん。しとる。おお、そうだったのか。なるほど。確かにハイテクっぽい言葉だからな。え、カジ君、それで、その SD ガムダムズがこの事件とどう関係すると江戸川さん言ってるんだい。そこも説明してくれないか。殺されたのは IT 系社長ですからね。きっとガムダムズを作れるんじゃないでしょうか。という話をしてるんですよ。はあ。もう、それは夢がある話だな。ですね。いやー、そうなんですよ。すごい話ですね。ははは。関係ないところに全部持ってった。最後ですね。関西弁の男を殴ったと。声が聞こえます。そう。私は操られているんです。彼を殺せと。声が聞こえます。これは？はぁ？何を言ってるんです？わいは、殺された関西弁の男や。今、江戸川藩の体を借りて喋ってる。わ犯人は江戸川藩やない。わいを殺した犯人は別や。なんと！そうだったのか。そうや。江戸川藩は絶対犯人ちゃうねんで。いや、喋り方が、なんかエセ関西弁みたいになってますが。あなたそんな喋り方でしたか？うん、確かに。頭を殴られたからや。ちょいとまだ混乱してまんねん。なるほど。おお、そうだったか。それで、教えてくれ。犯人は誰なんです？
それはこれまでは言えへん。そんな、なぜだね。これは生き残った君たちの試練や。みんなで協力して見事犯人を突き止めてほしい。それがワイの望みや。ワイって言ったかな。ほら、そろそろワイは、ま、待ってください。何か犯人のヒントください。そうやな。大阪城や。大阪城の豊臣という男を訪ねてほしい。もしも前に何があったら、ワイの過去とその正体を世間に公表する伝えである。過去、正体、どういうことです。あなた一体。申し訳あらへんが、そろそろ時間のようだ。頼んだで。大阪の豊臣や、あの男は全て知ってる。ほな、あれ、俺は何を。皆さん深刻そうな顔して、どうしたんです。江戸川さん、どうやら我々は想像以上に厄介な人に巻き込まれたのしれません。想像以上でも想像以下でも何でもないよ。自首しよう。そうだね。結局、運命は変わらないんだよ。わかる？未来は変わらないんだよ。君が言った通りだ。おや、江戸川さん、遅かったですね。ちょうど現場検証を始めたところです。一緒に見て考えましょう。そうです。今回の私はどうにも考えにくいようです。あなたの力を借りたい。江戸川さん、どうしました？探偵さん、警部さん、すいません。真相をお話しします。本当は、本当は、俺が、いい話だなぁ。無理がある。いや、今回も日向さんのゲーム楽しませていただきました。ありがとうございました。もうとりあえずね、でも何度も思うんだけどさ、犯人は黒いシルエットの人物だね。